そうですね、札幌日大高校から日本大学、日本大学に進学しました。おっと粘っていく。いやー、このオフェンスリバウンド強いですね。さあ囲まれているが前田レオ、前田レオ、うん、果敢に、あ、これは2ポイントになっている。さあ今度はボールを回収したのは斉藤匠、走り込んだ、もう一回また前田が行った。いやー、ユーロステップリバの、エアーズリバウンド、リバウンドのポイント。さあいいタッチだったんですが、ボールを回収したのが前田レオです。はい、もう負けさあ今度は前田レオ、はい、決めました。前田決めた。激しいディフェンスから、あ、前田レオも出てまいりました。特別指定選手、その前田、今日は B リーグ初得点を挙げています。前田粘っていった。伸びてる感じがします。この1対1もゴールデンバラが浮いてる時間が長い感じ。そうですよね。インカレでは優秀選手賞を受賞しているというこの前田レオ。